おはようございます。美容と健康はイコール広島県安芸郡海田町にあります美容整体サロン野心祭の店長の富岡です。野心祭ではですね、今こんな感じで、お客様にですねホワイトボードに感想をお書きいただいております。今日はですね30代の、女性の方のですね感想をご紹介させていただきたいと思います。O 脚に悩んでいましたが効果が分かるほどの変化にびっくり、姿勢などに気をつけて今後良くなるよう頑張るぞというふうに書いてくださいました。ありがとうございます。お子様がですねお二人おられて、お二人目をね生まれた後に骨盤調整ね何度か行かれたことがあるというふうにおっしゃっていました。ホットペッパービューティーの方でですねこちらのサロンの方を見つけていただきお母様と一緒にご来店くださったんですけども、そうですねやっぱり仰向けに休まれた時に足がパカーとこう開いちゃってたので、こちらではですねうつ伏せの状態での骨盤調整ですね、あとお体がしっかり緩んだ後に仰向けになっていただいての骨盤調整とこのダブルでやっていくんですけども、こちらのお客様もですねもう目に見えての変化があってとてもびっくりされていました。で施術が終わった後にですねこう起き上がっていただいて、立っていただいた時にですね足の裏がですねこう地にしっかりついてる感じがしますということでですね、とてもびっくり、されてました。でその後ですねこうやってね体が整うととっても嬉しくてお家でもねちょっと気をつけようという風になるんですね。なので、お家でも姿勢に気をつけてくださって3週間ぐらいかな経った時にもまだキープしてますよということで、ご連絡をいただいております。はい、なかなかねちょっと自分ではできないところなので、ご来店いただきましてしっかり一度調整してね見られるといいかなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは今日も一日ね元気で頑張っていきましょう。